有田市公式チャンネルをご覧の皆様、有田市役所の吉田です。まいです。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。昨年は1000人を超える方にチャンネル登録していただきましてありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、新年一発目ということで、正月らしくみんなで書き初めをしていきたいと思います。はい、皆さんもちょっと着々と準備が進んでいるようなので、早速行ってみましょう。それでははい、それでは今年1年の抱負を書き初めにして書いていきたいと思います。ただし普通に書いても面白くないので、こちらのおみくじを引いてその出た運勢に基づいて書いていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、今日はい小吉、小吉です。小吉です。超吉です。残りは少ないんか。おめでとう。今日。お、大吉。One day in, one day out. On top, then you're down. The highs and the lows keep swirling. Walk these streets like you're beat. Then rise up to meet the break that you need. It's coming. Just hold on. Hold on, yeah. Lift your eyes off the ground. You only はい、じゃあ書き終わりました。今回、なんて書かれましたか。青天丼じゃなくて青天井です。どんな意味でしょうか。いや、もうやっぱりね、やる気とか気概を自分で限界決めることなく青天井を頑張っていきたいと思います。なんで世界平和にしたんですか。まあ、常に世界の平和。どうしてこの文字を書かれたんですか。はい、私はやっぱり牛よりも豚よりも鳥ですか。鳥です。誰にこれを作りたいですか。自分のために。なんで破天荒って書いたんですか。やっぱり誰にも成し得なかったことをやりたいからです。なんでこれを書いたんですか。はい、来年は市役所に入って10年目になるので、何をやっても成果を出せるような一年にしたいと思って書いたにしました。素晴らしい。過去の自分を凌駕していきたいからです。今友達が5800人超えたところです。皆さんぜひ友達登録していただいて、役に立つ情報を配信していきますので、有田市公式 LINE どうぞよろしくお願いします。はい、なんで枠にとらわれないか。枠にとらわれないか。みんなね、これ縦で書くと思うんですよ。まあ、その時点で枠にとらわれてるんですよ。喋るから喋るから横でして枠にとらわれない。はい、これは何の絵ですか。私はトラドシちゃんのデトロマイを描きました。ちょっとやっぱり有田を PR したなあかんと思って、イベントを載せてみました。これ感謝って書いてますけれども、はい、何に対する感謝ですか。はい、それはやっぱり2021年の、動画を見てくださった皆さんに対しての感謝の気持ちと、あとは動画作るのに協力してくれた皆さんへの感謝の気持ちをやっぱり伝えてから、2022年に今年にね、頑張って前向きに歩いていこうと思いまして、まあ、感謝の意味もね、ちょっと空に飾ってますけど書いてみました。やっぱちょっと空と一緒に感謝の思いを伝えたいなと思って、そこからやっぱ次の年も頑張っていこうかなと思います。そんな感じ。なんで挑戦って書いたんですか。
そうですね、あの2021年の5月から、YouTube 始めて、まあ、今年1年いろんなことに挑戦してきたんですけども、2022年になってからもこの、竹々しい空のように、YouTube チーム一丸となって挑戦していきます。よろしくお願いします。セッシュですか？セッシュ、セッシュ、これはでも絵描いたのセッシュ、セッシュ、これはセッシュですか？めっちゃ良かったって書いてある。使い合わない。はい、ということで新年一発目の動画は、1年の抱負を書いてみました。でそれぞれね、書いたことを意識して今年1年頑張っていきたいと思いますので、これからも有田市公式チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。